名古屋ドームには大観衆が詰めかけています。日本シリーズ第3戦です。中日ドラゴンズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発吉見が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。さあ注目の立ち上がりです。切れていきます。ファウル。ファウルになります。さあ3球目は何か。インコースを落としました。この球は外れています。真ん中打ちました。打ち上げた。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは新井。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー吉見、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。ファウルになります。ここはボール球を振らせたいですよね。はい、打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターは注目のルーキーブライアント。2アウトになっています。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れません。入りました。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ。ドラゴンズ初回いきなり先制弾を浴びました。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ先制を許します。1対0。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。いきなりのホームラン。あっという間に先制点を奪われました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから強気で攻めるピッチング。打った。大きな打球になった。この当たりはどうか。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。そうですよね。まあチャンスに非常に強いバッターが相手ですから、リードには十分気をつけたいですね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。打ちました。大きな打球になった。これはどうか。フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。2対0になりました。ドラゴンズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められています。6番バッター金村。ドラゴンズこの回2点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。ちょっとさっきのホームランを引きずってるかもしれませんね。痛烈な打球。高い。入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。ドラゴンズその差を4点に広げられる重い一発となりました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは山下。ドラゴンズ初回から相手打線に捕まっています。里崎さん不安の残る立ち上がりとなっていますよね。まあそうですね、ここから修正が必要な内容となってますよね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。高め打ちました。ヒットになった。ツーアウトランナー一塁。バッターは注目のルーキー牧。ヒットでランナーを一塁に置いています。
まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。次が3球目。インサイド落ちました。センターに強い打球。さあどうだ。武田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。4対0、バファローズ先制。先発の中村バッターボックスに入ります。結構いいバッターでもあるんで気を抜かずに行きたいですね。そうですね。初球ボール。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。痛烈な打球。大きな打球になった。レフトそのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。ドラゴンズその差が6点に広がる重い一発を浴びました。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その差一気に6点と突き放されました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。打ちました。亀沢アウト。ワンアウト。バッターは3番ブライアント。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。初球ゴール。大きく枠を外してきます。ボール先行です。ストライクになります。ファウルになります。打ちました。痛烈。入れました。ファウルボール。ファウルです。ツーボールツーストライクです。変化球空振り。バッターボックスには4番ドレイパー。さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。大きく外れてボールになります。打ちました。フェアかファウルか。わずかに右に切りました。ファウルボール。インコースボール。またファウル。これはどうか。一二塁間を破る。ツーアウトランナー一塁。打順は5番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はインサイド落ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。7対0。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは6番金村。まあドラゴンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれないですよ。なるほど、そうですね。きっちりと見極めました。
インコース詰まりました。この打球はフライになっています。吉見が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。これから3回バファローズの攻撃です。そしてドラゴン小宮山さん、序盤から大きく失点してしまいました。巻き返し期待ですね。いやもう本当にね、これ以上点をやったらもう取り出しがつきませんから。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番牧、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここ引っ張った、サード取った、送球する、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあバッターボックスには先発の中村入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球変化球にタイミングが合いませんでした。ファウルになります。ツーストライクです。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになりました。さあまず1球目打ちました、高いバウンド、ピッチャーゴロ、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。7対0バファローズ。4回の表バファローズの攻撃、2番バッター新井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。三振を取りました、ワンアウトです。打順は3番ブライアント、今日はホームランを放っています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。祖父江、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した吉見、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。初球打ち、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。初球でした、強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。9対1、相手主砲の一振りでした。バッターボックスには5番鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました、これは大きい、伸びていく、2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックス金村、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。ボールになります、ボール先行です。内へ食い込む変化球、ストライクです。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。これはセカンド取りました、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。里崎さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点を打ちました、伸びていく、この打球は落ちるか、どうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。打ちました、セカンド取った、一塁送球、アウト、ワンアウトです。さあ打席には先発の中村入っています。ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。うん、そうですね。さあ打ちました、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、10対2、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順は1番に帰ります、バッター大石、これが1球目、
高めの変化球から入りました。スライダー決まります。ノーボールツーストライク。空振り三振、ツーアウトになりました。2番バッター新井、今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。インサイド落ちました。これはどうだ、破りました、センター前。ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど、さあどう来るか。アウトコースファウル、高め大きく外れました。ここもファウルです。ツーボールツーストライクです。ここは決まりました、見逃し三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。10対2。4番バッタードレイパー、前の打席打たれたのは失投でしたからね、ここはシャキッとしないといけませんよね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ、ファウルになります。2球目は何で来るか。打ちに決まりました。あっという間に2ストライクです。打った、強打掴んで先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですよね、存在感が大きいバッターではありますけど、特に意識する必要はないですよね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。まあタイミングが全然合ってなかったですよね。まあ次も同じボールでいいんじゃないですかね。なるほど、同じボールを使ってくるか。スライダー外れます。次は勝負ですね、決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど、さあ何を選択してくるか。外、これは外れていきます。ファウルです。ここはスライダーを続けてもいいかもしれませんよね。なるほど、変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは6番金村、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナー1塁です。セーフ、際どいコースに送ってストライク。これが2球目。打ちました、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。7番バッター山下、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいきませんよね。はい、勢いを止め、初球打ち、これは大きい、伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックス牧、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。これも初球打ち、強打抑えてスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。これから7回バファローズの攻撃です。里崎さん、だいぶ厳しい展開となっているんですが、選手たちはもちろんまだ諦めてはいませんよね。いやー、もちろんですよね、最後まで試合を諦めないという気持ちでやっていると思いますよ。はい、その気持ちをぜひ前面に出してほしいと思います。さあ外してくるのか。打ちました、ヒットになった、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って大石、今日はホームランを放っています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ヒットでランナーを一塁に置いています。大きく外れました、高めスライダー外れました。平行カウント、大きく外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。引っ張った、これはどうか、ヒットになった、ドラゴンズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。
バッターボックスには代打の羽田。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。打った！センターに大きな打球。センターバック、センターバックする。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。13対2になりました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打席には3番バッターブライアント。まあドラゴンズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。打った！大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてスタンドには届きません。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズフェンス直撃のタイムリーヒット。15対2になりました。ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは4番ドレイパー。今日はここまでホームランを含む4安打を記録しています。ここまで打たれるとキャッチャーもリードに悩むでしょうね。そうですね。さあバッテリーどう抑えてくるか。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間入った。ホームラン、ツーランホームラン。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまった変化球、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。ドラゴンズ追加点を許します。4番に一発を浴びてしまいました。5番バッター鈴木。バッターボックスには代打のデイビス。代わりまして、バッターデイビス。バッターはデイビス。背番号15。これが初球。初球打ち。これは浅いフライ。ヒットになりました。ノーアウトランナー一塁です。ドラゴンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは。打席には6番バッター金村。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。ドラゴンズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは7番山下。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を打ちました。高く上がった。真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。ドラゴン、はい、バッターボックスには代打の小栗。初球打ち。このフライはどうだ、落ちるか。サードランナータッチアップ。バックホームする。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました。さあどうだ、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ドラゴンズなおもピンチです。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました。高い打球センターの頭上、ぐんぐん伸びて入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。
今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました、浅いフライ。この打球はどうだ、切れるか。三塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ワンアウトランナー二塁となりました。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のフク。バッターボックスには3番ブライアント。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。打ちました、下がっていく下がっていく、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。初球でした、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスドレイパー、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。はい、ファウルです。さてこのドレイパー、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ミートがうまい、打った、取りました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターはダイソーから起用されている村上、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、セカンドが前に来る、亀沢セカンドホースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ3本のホームランで追加点を挙げています。これから8回バファローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが、打順は6番金村。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね、はい、そうですね。ドラゴンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました、この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。ドラゴンズなおもピンチです。さあ打席には先発の中村入っています。調子は悪くはないですから、次の回もということでしょうね。そうですね。引っ張った、ライト下がっていく下がっていく、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、ドラゴンズもうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、インコースの変化球見ています。伸びのあるストレート150キロ、打ちました、ここは打ち上げています。ピッチャーが落下点に入ります。取ってツーアウトです。バッターは多田、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ツーアウトになっています。低めのいいところにチェンジアップが決まります。引っ張った、高橋一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バファローズのリード広がっています。さあ里崎さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。まあ最後まで諦めないためにもここはしっかり抑えないといけませんよ。そうですね、いい形で攻撃につなげたいと。ファウルです。ジャストミート、
これは大きい。外野ヒットになりそうだ。右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターが出てしまった。バッターは4番ドレイパー。今日はここまでなんとホームラン2本を含む6安打の大活躍です。いやもうお手上げじゃないですかね。ここまでいいようにやられてしまっています。ヒットでランナーを2塁に置いています。大きく外れました。外のボール打っていった。ワンバウンドヒットになった。ホームに送球する。センター前ヒット。ドラゴンズさらにピンチが続きます。バッターボックスには代打の九里。里崎さん、この場面で変えてきましたね。まあ相手は完全に突き放しにかかってますから、なんとか跳ね返したいところですよね。そうですね。さあ一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。ライトへ持っていった。伸びる。ボールはそのままフェンスに直撃。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ追加点を挙げました。ドラゴンズさらに三塁二塁のピンチが続きます。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。また初球、これは大きいぞ。レフトの頭上を越えていった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ追加点。ドラゴンズさらにピンチが続きます。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはロドリゲス。バッターは7番山下。さっきはいい当たりにヒットを打たれてますからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。この球は外れました。ボールが3つになります。左へ持っていった。これは大きな打球。切れてファウル。いやー切れてくれて助かりましたよね。はい、ここでフォアボールを与えました。悔しさがにじみ出ます。ちょっと苦しいピッチングが続いてますよね。はい、初球スタンド一直線入った。ホームラン。小栗さらにダメ押しの一発。スリーランホームラン。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追加点を許します。ピッチャーに打順が回って、先発の中村バッターボックスです。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット。ノーアウトランナー一塁です。打順は1番に帰ります。バッター大石、今日は2本のホームランを放っています。ヒットでランナーを置いて、ファールボールです。このカウントは厳しめに行きたいですよね。なるほど、そうですか。ストレート打った。ショート取った。二塁送球。二塁フォースアウト。ランナー一塁は変わりません。ただ打席に入っています。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ゲッツー崩れでランナー挟まれた。二塁へ送球。一塁へ。二塁送球。タッチはアウト。ツーアウトです。初球ボール。変化球打った。高いバウンド。ショートが抑えた。一塁送球。内野安打になった。ツーアウトランナー一塁。3番バッターブライアント。さっきはツーベースを打たれましたからね。ええ、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。しっかり捉えた。ぐんぐん伸びる。伸びていく。入った。ホームラン。ブライアント、さらにダメ押しの一発。ツーランホームラン。ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ追加点を許します。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。打席には5番バッタードレイパー。
今日はここまでなんとホームラン2本を含む7安打の大活躍です。いやもう何を投げても打たれる気しかしないでしょうね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。打ち上げた高い打球、この打球はフライになっています。掴んでアウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。里崎さん、残念ながら黒星を喫してしまいました。まあそうですね。